日のよろっこ。コロナに負けないプレイボール。よろっこ。対戦が僕らも慣れてるので、はいはい、ファイトって感じだね。そうですそうそうですね。山本昌さんもどっちかというとファイトしたもんです。あ、そうなんですか。数は少ないんですけど、多分今日は5、6発で済むなっていうところがちょっとこう向かっていくと30発やられる。ついでに僕もやられたという。なんかね、何も僕関係ない。ただ横にいただけでやられたという。俺も殴られること10発は数えたもんな。俺たちのやっぱ時代だよな。うん、時代でしょうね。今もう絶対ダメやからね。ダメです、ダメです。うん、だからこういう話してもさ、いいのかなと思う時あるよね、うん、なんかね。まあまあ、そうです、ちょっとドキッとする時ある。そうですね。うん、まあね、あまここ大時も結構厳しかったじゃないですか。すね、はいはい、まあプロに入ってもね、やっぱり野球ですから、まあそうはこうとあるんだろうなと、一応覚悟して入ってるので、うん、まあ別に普通だったですよね。うん、今はね、もうアマチュアさんからダメなので。普通だって言いますもんね。まあ、親父に殴られたから大丈夫。まあそうですね。でも自分が悪いことしたからさ、自分が悪いことしたら殴られるっていう感覚がもう染み付いてんだよな。まあ、そうですよね。まあ、もう今はダメやからね。まあそうですね。暴言吐いてもダメやん。だから、どうやって叱っていいか教えていいかって難しいかもしれないな、逆に今。そうですね。プロ野球の選手たちに対してもそうですよね。もちろんです。球団も絶対、もちろん手は絶対だね。まあ、言葉もちょっと気をつけて。っていうね、ことあるコーチがさ、バーン言ったらさ、終わりましたねって言ったし、選手、ね、それ僕も聞きましたね。終わりましたねって言われたってな。そのセリフって怖いですよね。いやでもさ、今そんな感じよ。そうですけど、ダーン終わりましたね。生きづらい時代なのかもしれないし、でもまあ選手がそういうふうにもう頭にね、ね、入ってるから、どっちがいいのかわからないですけど、もうやっぱり変わっていかなきゃいけないよね、うん、そうですね、うん、だから何かの時には、あ、じゃあランニングしようかって言って4時間ぐらい走らせたらいいかもしれないね。あ、そっちの方がいいかも。あー、逆にですね、うん、爽やかな顔してですね、うんうん、じゃあランニングしようかって、うん、4時間って、そっちの方が辛いですよね。それいいか、それいい、4時間って、はい、それ流行るかもしれないですよ、うん、だけど3時間ってそれはいいですね。ですね、うん、君たちのため、体力をつけるため、うん、3時間。そこはダメだって言わないですもんね。そうだよね。練習のね、まあ、言えないですもんね。笑顔で。そこは必要です。あと選手、うん。まあでもね、本当に走るのが一番辛いですよ。ですよね、まだボール触ったり投げたり打ったりするのは時間が早いですけど、こんなちょっとぐるぐる、ね。知ってる時間じゃないですよね。僕らもう20日ネズミって言ってましたもんね。ぐる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 同じところも回って。20日ネズミか。でも昔ってさ、ピッチャーでも肩とかどっか肘壊したらさ、走っとけ。ああ、ですよね。永遠に走ってるよな。なんか肩を振るからいいんだとかさ、なんか知らんけど、永遠に走っとけ。今はいろんな部署があるので、部署もやっぱりそれのプロの人がね、トレーナーとかもいろんなあるので、いや、これがダメだ、これがいいとかって、もうものすごく事細かいんですよね。だから昔みたいにね、あれとこれ、すまないですよ。今、トレーナーがダメったらダメだからね。うん、こうね、どこのチームも。うん、権限持ち出したので、あれだよね、なんだっけ、アメリカコリジョンルールとかあるやんか、うん、あれって全部せっかくこれだけいいプレーヤーになったのに、スライディングなんかで全部そういうの壊したとか、足引っ掛けられてっていうんで、はいはい、ああいうルールだもんね、キャッチャーブロックでもな、うん、前、まあね、金山さんがひどかったよね、キャッチャー言ったよ、金山さんが、はいはいはい、ずっと前、はいはい、これがよ、サードランナーでセカンドランナー突っ込んできて完璧セーブよ、はい、だからさ、足すよ、ポン出して引っかかって吹っ飛んだよ、飛びますよね、ボール来てタッチアウト、はい、あの頃それでも OK だった、ね、意外と見ましたよね、映像は。そういう、そうやろ、はい、で頭来て、その後、ね、ずっとこう見てて、ピッチャー左ピッチャーの時にグーってやって、でこうやって見ながら、金山さんのミットがここにあるって言って、手をバンってやったかな。僕も一回ありますからね、はい、ありますかあれ、こう後ろ大きく当たるんよね。でもあれも面白いんですよ、あれがちょっとキャッチング良くなったんですよ、もう取りに行かなくなったんですよ。なるほど、痛いからもうグッてこう、それがスローイングルームね。あ、そうなんですよ、ものすごい痛いですからね。痛いでしょうね。僕、吉岡さん1回で、翔太さん2回やられてるんで、手出すから、はい、どうしよう、取りに行くんで、はいはいはい、どれだけ近いから、はいはい、やっぱあれがこう、ね、ちょっと考えながら、だからまあ痛みをね、味わすのも上手くなる結果もあります。だから本当ね、こういうルールとかのキャッチャーのブロックのルールも変わって、怪我はやっぱなくなったよな。
そうですね、まあ、激しいのはなくなったので、まあ、ちょっと大怪我になっちゃうので、頭で打ったり ね、骨折したりです、ね、あの中村隆さんの時代っていうのは、常に外国人とかが飛び込んできてた時代じゃないですか。まあ、ほとんど外国人だったんですけど、ですよね、でもやっぱり、ね、スピードが一番、ランナーもそうですし、来るのは分かるでしょ、キャッチャーで。まあ、でも、ね、明らかにこう構えてるのに、はい、やっぱこ、ねね、落としたらセーフっていうのも、なんかおかしい話ですよね。まあ、まあ、あったよな、本当にあった。これ勝てないぞ、あんな大きいのが来たら。大体乱闘もあったからね、三浦さんが、やっぱ金山さんかな、木松さんかどっちかが、パーンタッチして、ここに入ってから飛ばされたのよ、三浦さんが。はい、それで、ちょっと脳震とみで起こしてから起き上がって、乱闘。あ、起き上がってですか。うん、あ、新体さんか。新宅さん。新宅さん。よー、知ってる、やっぱし。次のゲストですか。中尾さんもあったんですよね、辰川さん。あの、あれが発端になって。辰川さんがバーンって顔面にあったあった。すごいちょっと発端で。あの3連鎖結構激しかった。なるほどです。バックミュージックがね、なんかお決まりのバックミュージックになってそうな。あったね。はい、中村剛さんというより1試合で同点満塁ホームランとサヨナラ弾の伝説を持ってらっしゃる。これ伝説じゃないですよ。これ全然面白くないですよ、これ。面白くないですか、はい、でもやっぱりいい話は聞きたいです、ね、いや何にもいい話じゃないです。で、満塁ホームランとサヨナラホームラン打ったの？あ、代打で満塁ホームラン打ったんですよ、うん、同点満塁ホームラン打って、うん、でそのまま守備についてサヨナラホームラン打ったんですけど、いやそこで聞きたいのはですね、はい、よく吉彦さんはその賞金投げされるんです、はい、星野さんは罰金もすごいですけど賞金もすごいっていう話聞くわけですよ、中日だと。今考えればすごいですよね。あ、なんかその時はそれがなんか当たり前なのかなと思ってたので、どこのチームも。ああ、なるほど、はい、やっぱりそういうことをやられたわけじゃないですか。満塁ホームランでされたら、はい、賞金って星の賞とかってそれに出たんですか？監督は、あ、出ましたよ。お、はい、ちなみに何が出たんでしょうか？いや、現金もらいました。ポンと帯が1個ついてました、はい、これが聞きたいですよね。大丈夫、税金取られるから、もらっても。それはもちろん、もらえるって言ったんですよ、5000円が嬉しいって。まあ、それでも、広島の先輩方の契約更改、いつも僕は見るじゃないですか。うん、これ、中日だったらこの3倍もらってるよなとか。こんなのっていう、こんな僕らもらっていいのかなっていうぐらい、なかなか給料が本当上がらなかったチームだったので。なるほど、優勝していくやん。盗塁を取ってホームラン20何本打って、3本打って、カンカン。よし、行こう。金がない。先に言われるんですね。金がない。でも、あのコート、本当だともやっぱ年間しても売れないし。でも、よそのチームの、まあ、見られるじゃないですか。うん、もうありえないですよね。いや、でも、たらればですけど。そうは言っても、楽しい野球させてもらったっていうのがあるのかな、小林さんと一緒に。すごいですよね、やっぱりそう。そう言えるっていうのがね。はい、うん、特にカープにいなかったら俺いないんで。だと思う。違ったら3倍。巨人なら5倍です。5倍です言っていい。選手伸びてない、俺は土地で終わって首になってる。なるほど、結構やったんで。やったんで、いろんなことありすぎまして、今週の吉井君出そうな感じで、時代だから、明治、大正、昭和、昭和前半の人たちと俺たち昭和で、今平成、令和か、うん、でやっぱし時代が変わってきてから野球も変わってきて、やっぱ中身も変わってるもんね。メジャー行ってすごい金がもらうよ。吉田選手は170億か。もうお金じゃないですね。分かんない、何でしょうか。あれで英語は喋れませんって、ナーバスになってるっていう英語を使いながら、投資もメッツでですね、100何億ですよ。すごい、まあ、まだまだね、日本じゃ無理な話ですけどね。でもまあ、でもそういう道がね、普通になってますもんね。なってますよね。すごいと思うな。時代で言えば、もっと早いうちにそういうのがあればチャンスはあったお二方じゃないですか。いや、僕は日本がいいです。ほら、すすきの銀座で、大阪行ったら、名古屋行ったら、大阪新地ですね。新地、名古屋は錦ですね。錦、はい、ね、福岡、中洲、はい、捨てられそっち楽しかったよな、逆にその時代こう。いや、もう十分です。飲みに行って、うん、まあ、全国とりあえず野球で全部回ったっていうぐらい回らせてもらったもんね。そうですよね、はい、1都1都2府43県か、
全部行ったもんね。今はね、もう地方開催もね、少なくなった時代で、ホ、ね、ーム球場ばっかりですけど、昔はもう行ったよね、行きましたもんね、うん、本当にいろいろやってましたよね。東北シリーズじゃ、なんだかシリーズありましたよね。中日でも岐阜とかどっちの方なんか行ったりしたもん、長良川か、まあ、お客さんね、多少入りますからね、あの長良川、うん、おいおいって今はね、もう広島は入れないですもんね、取れないですもんね。取れないですよね。どうしたっていうぐらい、もう年間指定席外ですね。だから時代は人気ですもんね。まあでもグッズにしても、ね、何も球場のスタイルにしても、あ、こういうと入るなと思いますよね。で俺たちの時さ、キャンプの時サインボールかとか来るやん。何ダースとか何十ダース、はいはい。あれの小遣い稼ぎぐらい楽しかったかな。あとは何もなかった。もう可愛いこと言うよね。だってあの子ユニフォーム持ってないんじゃないか。あ、そうか、売ってないですかね。グッズ売ってないんだもん、うん、確かにサインボールだけなんです。そうですね。あ、そうですね。で、1個200円とか書いたら、うん、色紙も売ってありましたよね、サイン色紙。色紙、そうですね。なんか配られるのも下敷きとかね。はいはいはい、うん、下敷きは消しゴムとか、そんなその程度だったんですもんね、うん、普通の売り上げがほとんどないもんな。マスコットもいなかったですし、もちろんそういう踊るお姉ちゃんもいなかったし、そうですね、来て練習して、本当に野球やって、うん、そうだよな、うん、だってあれもいなかったし、いわゆるテレビ局の女性にアナウンサーもいなかったし、ピールはダメだとかね、そういう時代だったから、まあいろいろ変わりましたね。ベンチの方で裸になってたもんね、変わってないで。普通に練習終わったからな、ベンチでとか。まあそれは普通でしょうからね。今は無理やもんな。そういう清き時代だった。今なんかほんま、あんなことしたら言っちゃな、ダメダメ言うな。いやいや、なんだかんだ、まあ、お二人仲いいなみたいな、うん、世代のね、違う中での被ったところがあって、今度は韓国行った時の話聞こう、次は、ね、はい、うん、韓国リーグですね、うん、はい、聞きたいですね。はい、ちょうど僕はいろんな話聞いてるんで、はい。まあ、そんなにでもやらかして大丈夫、あ、大丈夫、少し大丈夫、やらかしてないかと思います。また出ていただきたいなと。もちろんです、もちろんです。時間を間違えずに、はい、もちろん。あれ、今度はもう泊まり込みですみません。ありがとうございました。ありがとうございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしく。